皆さんこんにちは、ウーアチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今回も超速グランプリの、グランプリ攻略の動画をやっていきたいなと思うんですけれども、もう講師はね毎度おなじみ、現在ね放浪の旅に出ているまこち選手でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか放浪の旅は。いや本当いいチームばかりで本当楽しませてもらってます最近は。はい、いやいいよな、やっぱりさ腕がある人はもう引く手あまただからさ。そんなことないですよ俺とかこう LE 出ていったら誰ももうえ白子くんやだやだみたいな感じになっちゃうかもしれないから、こう怖くて出れないよならないですよ、大丈夫です、怖くて出れないよチームからということで今回なんですけれども、グランプリですね、はい、グランプリの攻略をまこちさんの方に教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、僕はですね前回なんか28秒ぐらいでクソみたいなタイムで走っていたんですが、まこちさん今なんかすごく調子よくタイムが出ているとお聞きしております。今何秒ぐらいですか。タイムは今 25.3 秒ぐらいですね。 25.3 よくな感想はえちょっと抜かってました25.3 ということは全一とあと 0.1 秒か、 0.1、まあ、0.2 秒ぐらいですかね。 0.2 秒で現在順位が今18位ですかね。18位、めちゃめちゃ早いな。ということで今回のセッティングのコツとかをねちょっと伝授していただきたいなというふうに思います。はい、今回なんですけれども何がこう結構重要になってくるんでしょうか。今回飛ぶポイントがショートスロープの後の TT5 のコーナーとドラゴンジャンプ後のコーナーはいとなってますんで、で、はい、そこの TT5 のコーナーは結構到達時間が重要なポイントになってまして、はい、でドラゴンの後のコーナーは結構最高速に依存して飛びやすくなってるのかなっていう印象なので、はい、両方ともブレーキは効くセクションになってますんで当然ブレーキは必須になってきますね、はい、ブレーキマックス、ブレーキはマックスではない、まあソフトブレーキ的に見えるとマックスですけど、ボディ電傷が結構複雑というかいろいろなボディでいろいろなタイヤ機で攻められるグランプリになってますんで、すごく面白くなってはいると。あ、かなりいろんな攻め方が、うん、アクションができて面白いかなと思いますね。はい、じゃあそしたらまこちさんの今回のおすすめのセッティングをちょっと教えてください、はい、ボディ電傷に関しましてはおすすめは、はい、一応これは僕のおすすめは赤い閃光節電プラス節電、赤い閃光節電プラス節電、俺持ってたかなそんなの、赤い閃光の節電、はい、まあ持ってないの でこれが第1案で第2案が、はい、エアブレーキ節電プラス節電、エアブレーキ、あ、エアブレーキ節、はい、あなるほどね、エアブレーキ俺もう全振りに使っちゃったから、はい、エアブレーキもねえわ。第3案が、うん、赤い閃光ブレーキアッププラス節電アッププラス、あーなんかそれに近いのはあるな、あったような気はしなくもない。これ赤い閃光もう節電プラスじゃないですけど節電アップとか、そうですね、はい、これですね、これかで一応これが第3案で、第4案が節電プラススピードアッププラス節電も別にこれでもいけますね。え、節電スピ、節電アッププラススピードアッププラス、なんか節電もう、まあ、うん、25後半ぐらいまでならだ僕も一応出せたかな確か。あ、これある、これですよね、はい、節電アッププラス、それでもまだある程度のタイムは出せますね。お、今回かなりいろいろやり口は多いんで、はい、で節電プラスブレーキアッププラ、プラス節電とかもありですね。なるほど、あ、じゃあ全部で詰めれるというような感じなんですね。はい、すげえ。ボディで言っても、うん、結構タイヤ系で到達と最高速度できればどれでも結構楽しめますよっていうコースにはなってますね。なるほど、今僕が、はい、あるのが節電アッププラス節電アップ、スピードアッププラスとなっているんですが、これなんかのグランプリで使ったからあるボディだと思うんですよ。そうですね、はい、だから多分皆さんは多分これ作りやすいですよね、おそらく。おそらくこれだったら作りやすいです。まあ本当におすすめはちょっとブレーキやっぱり1個サブかメインに入れといた方がおすすめではありますね、うん、マジで、マジで、まあ、だから極端に言えば別にあれメインにブレーキアップで、で、うん、アシストに節電節電プラスでもいいんですよね。そんなのあったっけな、さすがにないかな、
さすがにないですよね。なんか白っ子さんが攻めるんでしたらさっきやった赤い先行ブレーキ節電でよろしいかなと思われますね。あ、じゃあこれでいってみますか。はい、これもね、どっかのグランプリ使わないと俺作らないんで、はい、多分これも皆さん持ってるかと思います。そうですね。で、うん、ボディの選択肢としてはまあ一応 FM ボディを使いますと、今回デジタル耐久不足の時もあるので、 FM ボディと FM シャーシを使えばデジタルの分結構かなり漏れるので、うん、その分軽くできて到達短くできたりとかもできますし、はい、むしろ全員今 FM の方だったんで、はい、FM もありですし、うん、であとボディに関してはやっぱこういう軽いファイターマグナム、サイクロンマグナム、TRF あたりの軽いボディの方がおすすめではありますね。はい。だモーターは今回は？モーターはいつも通りのアトミックモーターを。アトミックパワー1000の方ですね。節電じゃなくて、普通にパワーがある方の。どのアトミックでもいけますね。あ、マジっすか？あ、でもパワーがあるアトミックの方がいいです。じゃあこっちでいきたいと思います。はい、で、超速ギア。はい、超速ギアのシャーシが今タイプ5を使ってるんですけど、シャーシは S1 の強化シャーシか TZ の強化シャーシか、はい、あたりをおすすめします。これは8のやつですね。あ、バウンドの方ですか？はい、バウンドの、あ、スーパーワンシャーシ、じゃあいきます。はい、はい、で S1 の改造に関してなんですけども、はい、これはまあ僕のおすすめは一応限界2の、うん、精神4か、はい、このオール精神か、はい、軽量さんの精神さん、この3択あたりがおすすめですね。あ、そうなんですね。全部精神にしなくても良いと、はい、あ、そうですね。全部精神にするとちょっとね、到達時間の面でちょっと遅くなってしまうので、うん、はい、なるほど。なのでオール精神じゃなくてもいいです。ちょっと限界軽量入れちゃったりしてもいいよ。入れちゃった方が使いやすいのかな、今後もまあ使いやすくなる可能性もありますね。なんで、うん、今回かなり精神もいい感じに働いているので、はい、S1 などの精神が強い車種をある程度の改造で持っておくのがおすすめですね、うん、はい。じゃあホイール、タイヤ系になります。タイヤ系は24、24でも27、27でも24、27でも24、32でもどれでもいけるんですよね。何？32でもいけるんですね。小径台径でも全然 25.3 とかも出せますね。はい、じゃあ、まあ、もっと速い回も多分出せるかと思いますけど、ちょっと僕はまだ出せてないですね。まこっちさん的に、じゃあ僕のマシンを見た時にどういったセッティングがいいと思いますか？おすすめは27、27を個人的にはおすすめしてますね。27っていうのは中継か。中継のローハイトですね。中継ローハイト、はい、いや、それです。それが27ですね。これ27ですよね。はい、それを前後履くのが一番簡単に、ね、タイムを出しやすいかなと思ってますね。ないんですよ。あ、なら全然これ24、27K に今なってると思いますけど、これでも構いませんね、はい。あ、これでいいんですか？これでも別にタイムは出せますね。で、一応注意してほしいのが、うん、はい、これ24、27K ですと27、27K に比べて到達時間が結構遅くなるので、 そうですね、そこだけ要注意ですね、うん、はい。そしたらあと不定関係になりますね。不定関係はフロントはマイナス6、マイナス6、はい、はい、これでスラ角が2になりますね。はい、スラ角2、はい、でサイドは別にこれでも問題ないですし、はい、で耐久が持つんでしたらサイドポールにするのをおすすめしますね。じゃちょっとそこは分かんないから僕はこのままでいこう。はい、はい、でさらに耐久持つんでしたら EX サイドガードもおすすめしております。あ、軽い方ですね。はい、軽くなります、うん、速度足りてれば軽くなればなるほど到達が速くなるのでおすすめします。はい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 。じゃあこの状態でもし皆さんが真似をして、入るよってなったら EX に変えてみたりとかサイドポールに変えてみたりすると良くなるよっていうことですね。そうですね、はい、うん、じゃあリアブレーキステイはもうソフトの星7のフルマックスが良いかなと思いますね、はい、軽量の方のカスタムでいいですよね。は軽量カスタムで、はい、はい、でウィング、僕今デジタルつけてるんですけど、はい、ウィングは個人的にはデジタルつけた方がいいですね。今回デジタルがありますけども、うん、特に飛ぶセクションでデジタルは絡んでないのでつけ得になりますね、はい、あ、なるほど。え、じゃあ割といい線いってたのかな、
今回。あ、以前行ってると思いますね。ちょっとシャーシがちょっと違ったけどな。はい、はい、でアクセサリーが今このような感じになってるんですけど、あ、僕もこれで使ってます。はい、え、本当にこれ25秒出るんですか？はい、あ、全然出ますね。はい、あ、まあ、24、27で到達がちょっと遅いから、もしかしたら、あ、でも25後半ぐらいだと全然出せるはずですけど。ちょっとじゃあ診断出してみますね。はい、じゃじゃーん、最高速度 36.96、 はい、最高速到達時間 0.295、 はい、コーナー減速時 0.870、はい、でブレーキ性能が 0.198 になってます。はい、どんな感じですか？いや、全然悪くないと思いますね。もしこれ、うん、多分全然入ると思いますよ。何？はい、何？ちなみに、うん、僕のマシンは結構微調整してるんで到達がもっと速くなっておりますね。でコーナー減速も、うん、もっと良くなってますね僕は。なるほど。今回スタミナ耐久の数値ってどのくらいになってます？まこっちさん、僕のスタミナ耐久の数値は今現在ですと、はい、僕は233になってますね。あ、じゃあそれでも僕より高いんだ。あ、ボディとかか。そうですね。いや、ボディ僕ファイターマグナムです今回。あれ、僕この S1 強化シャーシー星7にしております。それだそれだ。はい、後で課金しときます。一応僕はそうですね、うん、S1 を星7にして、うん、ちょっと今サイドガードからサイドポールとかいろいろそこら辺いじってますね。ああ、スピードの方を上げるのかみたいな、そういうところちょっとずついじっていって、重量とスピードのバランス取ってるっていうような感じですかね。そうですね、はい、はい、なるほど。で今回あのフロントの俺ホイールこんな感じになってますけれども、はい、フロントのホイールはこれで大丈夫そうですか？それともあのパワーの方が、なんかこっちのホイールあるじゃないですか。ああ、それの方がいいですね。こっちの方がいい。はい、なるほど。じゃあこれに変えて、まあ、27K があるんでしたら27の方がおすすめしますね。そうですよね、到達時間がね、はい、あの、はい、早い方が良さそうなので聞いてると。はい、このタイヤか。まあ、でもこれ今回のグランプリ使ってますけど、まあショック吸収なんでバウンド時間短いっていう意味合いでもいいですけども、そんな無理に引くほどではないんで。そうっすね、グランプリももう後半戦なんで今無理に引くことはあまりお勧めしませんと言って単発行きましたね。もう病気みたいになってるから。もう病気みたいになってるんですよ。まこっちさんと一緒にいたらワンチャンこれ星4出るんじゃないかと。あ、出ませんでした。はい、出ませんでしたね。はい、まこっちさんこれ俺さ、はい、動画撮ってる時に、はい、動画撮ってる時、動画外でもそうなんですけど単発で出たことがないんですよ、はい、ほぼ。あ、本当ですか。いや、僕今回の2段ソフトを単発で引かせてもらいましたね。なんか運営と繋がってます？いや、全く繋がりたいぐらいですね。そっか、やっぱそういうところもね、あの真面目に頑張っていると出てくるよっていうことですよね。そうかもしれませんね、うん、でしかも今回毎日3回ガチャ3つあるんで3回引けるんで。そうなんですよ、結構暑いですよね。1ヶ月これ50ずつやっていけば1日150スターコインで100連引けるんですよ1ヶ月で。そうですね、でかいですよね、そうやって考えるとね。はい、かなりでかいですし、まあ、引けばそのうち絶対出る確率なので。そうですよね、10個ぐらいは出る確率ですもんね。そうですね、はい。うんうんうん、まあでも、今回、金属フェースが結構いい感じのガシャなので。そうですよね。で、アクセサリーがかなり強いアクセになってますんで、うんうん、アクセ持ってない方は、それを一番先に引くのをお勧めしますね。アクセサリーだけはゲットしたから。あ、おめでとうございます。ゲットしたからアクセサリーだけは死守しましたんで。さすがっす。ということで、今回の、グランプリ攻略、もしねお時間とかありましたらまたもこちさんにはタイムアタックの方もあのお願いできればなと思っております。タイムアタックってあれいつまでしたっけ？タイムアタックは6月のいつでしたっけ。でもこれさ俺思うんですけど、はい、シンプルにもうアイテムゲーになってるような気もしたんですけど、そんなことないですか？
まあ今回のこのタイムアタックに関しては結構アイテム系なところもありますし、新しいこのアイドルガチャを引かないとちょっと厳しいところが多いですね、はい、そうですね、課金すれば詰めれるよっていうような感じですかね。そうですね、100位以内に入りたい方はぜひ引いた方がいいガチャで、ああそうですね、で 1000、はい、で1000位以内に入りたい方は別になくても入れますね、正直。なるほど、まあ、はい、だ実際俺何も台風系持ってなくても一応1000位以内には入ってそうだったよ。お、どうだった？グランプリはまだ結果出てないから分かんないですけど、こっちは372。ほら、おめでとうございます。台風スキルなくてもいけるけど、はい、もうこっから先の領域はないと多分厳しそうですよね。あ、厳しいと思います。はい、なんで今回はちょっとガチャを頑張らないと上がれないよというような感じでございました。まこちさんね、ありがとうございました。放浪期頑張ってくださいね。またなんかどっか、はい、あの旅に出たらあのレポートの方をよろしくお願いします。楽しかったからレポートってまこちレポートもよろしくお願いいたします、はい、全然作る予定ないですけどということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。Better.